美味しい。2750。今日は2850。100ほど増えてます。今ね、か。寂しいとペンのでやると昼間みんながいなくなっちゃう。まだ話してないかな。あのお家で中でやるさ、リハビリテーション的な運動って話してませんかね。じゃあ後でしますんでね。家の中でちゃんと散歩なかなか歩いていけないからさ、家の中でちょっとやってほしいんですよ。ご褒美使いながらね。まあ今ね、もうこの検証だったら7歳過ぎてくると椎間板ヘルニアになりやすいからさ、そうなるとまあ痛い。で痛い時はやらないけど、全然やわらいだらそういうリハビリテーションをするとね、あの消炎鎮痛剤と同じような効果が得られるかもしれないね。身体検査してさっと終わらせて、そのままそうしています。確かにね、4月、8月、9月はちょっと暑くて、さっとは無理ですよね、こんなに暑いと。ずっとマミが行ってくれたんです、あの里帰り出産で。でお昼間行ったから一緒にずっと遊んでたんです、先月まで。先月まで、うん、で里帰り帰っちゃったんです。だからね、遊ぶ相手がいなくなっちゃって今寝るしかないんです。食べて寝とったらそうなんですね。同じ量食べちゃったの。くどこぶですか。はい、食べてますね。コンビニチェック。奥歯がちょっと黄色い。高級牛、九州の後ろの牛脂がちょっと黄色いです。ちょっときくせきがついてますね。ちょっと見てくれるね。なんだろう、これで前歯をやりながら、ほっぺたの裏で、ここが、これからこっちの多分、前歯をやりやすいと思うんだけど、奥歯がね、やりにくいと思うんだけど、奥歯までちょっと。で、やったら、あとは歯の裏をね。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 はい、今度は詰めてほしいかね。よし、いい、しか詰めてるよ。2ヶ月だから結構伸びてるよね、毛が。それもなんだけど、気がすごいんだよね。
いのでどうぞ。決まってるね、お気に入りの今、捨てますよね。成果を取るから、はい、じゃあこれも最後ですね。よいしょっと、あ、多分この帽子もそこまで止まってない。まあ、出たけど、思ったことがたまってなかったですね。ワンワンって泣いたりした時ありました？そんなに泣かないですよね、ワンワンなんて。じゃあ、ウェットブラシとすべてをしてください。YouTube でね、ちょっと
検索で、まあ、獣医師さんで、はい、獣医師さんで検索していただくと、サロンって出てきますから、この再生率をね、ゆっくり下ろしてですね、あと、ダイエットリハビリテーション。3本ぐらい喋ってそれを見てほしい。今、まあ、ダイエットとかリハビリテーションのリハビリなんですけど、まあなかなかできないんだけど、基本はゆっくり歩く、ゆっくり歩く10分か30分、これが一番関節がゆっくり動いてるんですよね。でなかなかでも散歩行けないじゃないですか、うん、そういう家の中でやることとしてはまず3本足立ち、うん、1本持っててね、残りの3本で立つ、まあ、大体最初は1秒ぐらいで、できれば10秒ぐらいと、これ4パターンあります、ね、この足で次、これができたら今度は2本足立ち、やっぱり1秒から、まあ、できれば10秒ぐらい、これも4パターンあります、前足、後ろ足、左右の4パターンね。でこれができたらゆっくり階段の上る、急ぐ子はダメ、足短いから階段が上れない、上れないですか届かない、うん、ゆっくり登ってくれるんだったら登ったり降りたりすると、うん、ロムって言ってね、関節の可動域が広がるんですよね、うん、だからできる子だけですよ、これはゆっくりの登るのも登るのもいいし、降りるのもいいです。ただピョンピョンピョンってねやっちゃうとそれはリハビリにはならない、登り降りと。で今度はねバランスボールとかね、もしくはクッションの上とかね、安定性のないところで立つ、四つ足立ち、四本足立ち、まあ、これも1秒から10秒ぐらい支えてあげて、こういうのをさ、ただトレーニングだけじゃなくてフードを使ってね、はい10秒できたら、はいどうぞ。